どうもこんにちは、坂です。じゃん、ウーフィーベーシーズの新作パップ4ですね。ショートスケールのプレシジョンベースです。カラーはホワイト、ブラック、ナチュラル、そしてサンバースト、サンバーストだよね、サンバーストがあります。はい、新作ですね。はい、弾いてみます。3.2kg とか 3.3kg とか、はい、そんなもんです。めちゃくちゃ軽いんですよね、これ。よくないこれ。はい、っていうね、特にね変わったところもないんですよ。はい、ただ他のウーフィーベーシーズと同様にジャックにはスイッチクラフトを使って、ワイヤーはベルデンで日本で専門の職人が組み込んでます。で、ナットとかここら辺も専門の職人がしっかり調整してます。そして皆様のところにお届けする前にはネックを調整して、サドルの高さを調整して、ピックアップの高さを調整して、サドルの横位置も調整して、でナットをもう一回見直して、で全部チェックして、そしてお届けしてます。これで 24,200 円です。安い、正直安い。はい、ぶっちゃけ手間的には他のフルスケールのさものと変わんないんですよ。変わんないんだけどさ、
あのミニベースって値段もミニじゃないと嫌じゃねっていう、ただそれだけの理由で他とはね、あのすごくこう安い値段をつけてるんですけど、うん、でもまあいいじゃんっていう。てか普通に僕これレコーディングとかでもいいと思うんですよね。あの短いベースの音使いたい時ってあるじゃん、あのムスタングベースとかさ、はい。でもあのサウンド的にはもうちょっとプレシジョン寄りにしたいとかさ、うん、そういうこともあるじゃん。シングルコイルよりももうちょっとこうクッとした感じの音っていうかね、はい。なんでなかなかこうムスタングベースとも住み分けられるんじゃないかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。ちょっとトーン絞った音も聞いてみたいですよね、はい。ですとかそういうわけじゃないんですけど、
あの明瞭なんですよね。すごく明瞭で、ここがやっぱりねいいところなんですよね。なんだろうな、これまあもちろん好みなんですけど、やっぱ音がすごく聞こえやすくて、はい、まあ、そうした意味でやっぱりこう力入れた時にしっかりこう聞こえてくる帯域があるとか、そういう4弦のいいフェンダーとかってこういう風に弾いたらかっこいい音するよねみたいなところとちょっと共通するところがあるっていう、ちょっとそれは言い過ぎかもしれないですけど、やっぱポジショントークもあるしね。僕も、はい、あのだってこう愛情込めて作ってるわけだから、それは好きよこれ、はいはい、というウフィベーシズの新作の最速レビューです。いかがでしょうか。はい、ジアビ横浜の方でねこれを試しいただけますから、ああそうだ、これ兵庫にもあるわ。はい、兵庫でも横浜でもお試しいただきます。で、先日ね発売したんですけど、色によってはもうかなり在庫少なくなっているものがあるので、特に白とナチュラルかな、はい、ここら辺を探しの方はちょっと早めにご検討いただけますと幸いですといったところでございます。はい、ということでチェックしてみてください。 Thank you.